さんこんにちは。市原市の提供でお送りするいちラジの時間がやってきました。 MC の岩井由香です。いちラジは市原で叶える夢の形を聞くラジオをコンセプトにお届けする番組です。月曜から金曜日の正午から30分間 76.7MHz でお届けしています。 YouTube ではいつでも聞くことができますよ。すべてカタカナでいちラジと検索してみてください。いちラジでは市原市で地域のために市民活動に励む方や、さまざまな活動で活躍した方、話題になった方などに出演いただき、その活動を紹介してもらいます。そして市民の皆さんの活動から市原がどういった魅力にあふれた街なのか探っていきます。今回は市からのお知らせとして、東京2020パラリンピックで活躍が期待される市原市ゆかりのパラアスリートをご紹介します。ゲストは市原市役所スポーツ振興課オリンピックパラリンピック推進室の常住さんです。よろしくお願いします。今回は市原市役所スポーツ振興課オリンピックパラリンピック推進室の常住さんにお話をお伺いするため、市原市役所にお伺いしました。8月24日から9月5日の期間でパラリンピックが開催されますが、今大会で活躍が期待される市原ゆかりの選手がいらっしゃいますか？今回は市原市にゆかりのある4名のパラアスリートを紹介します。パラトライアスロンの畑由香子選手、視覚障害者柔道の小川和佐選手、パラバドミントンの杉野明子選手、パラ馬術の高島和司選手です。パラトライアスロンの畑由香子選手はどのような選手ですか？畑選手は13歳の時に骨肉腫を発症し、右足の大腿部から下を切断しました。義足での生活の中、社会人となった2007年から水泳を始め、2010年からは日本身体障害者水泳連盟の強化指定選手として多くの国際大会に出場、2013年からトライアスロンに転向し、初出場した2016年リオパラリンピックの同競技で日本人最高位となる6位入賞を果たしました。また日本トライアスロン連合のアスリート委員も務め、競技普及にも尽力しています。主な実績は2016年にリオパラリンピック6位入賞、市民栄誉賞受賞、2020年に ITU 世界パラトライアスロンシリーズデボンポード優勝です。パラトライアスロンとはどのような競技ですか？パラトライアスロンは2016年リオパラリンピックから新たに正式競技として追加されました。通常のレース距離 51.5km、 スイム 1.5km、 バイク 40km、 ラン 10km の半分である 25.75km、 スイム 0.75km、 バイク 20km、 ラン 5km を障害の内容や程度に分かれたクラスでそれぞれ競い合います。クラスは障害の種類に応じて車椅子を使用する選手のクラス PTWC1 から2、腕や足に障害のある選手のクラス PTS2 から5、視覚に障害のある選手のクラス PTVI1 から3の3種類があります。各クラスの数字が小さいほど障害の程度が重い選手、数字が大きいほど障害の程度が軽い選手が該当します。畑選手のクラスは PTS2 であることから、腕や足に障害がある選手の中で一番障害の重いクラスに該当します。次に視覚障害者柔道の小川選手はどのような選手ですか？小川選手は先天性の視神経行使のため視力は両目とも 0.01 程度、中学1年生の時に柔道を始め、初めて出場した新人戦で優勝、視力の低下により一時は柔道から離れますが、高校卒業後から視覚障害者柔道に転向し、身長151センチと小柄ながら
得意技の背負い投げ体落としを武器に数々の大会で好成績を残しています。現在2020年東京パラリンピックはもちろん2024年のパリパラリンピック出場や小中学生を対象とした指導者への道も視野に活動しています。主な実績は2017年に国際視覚障害者スポーツ連盟ワールドカップウズベキスタン女子63キロ級銅メダル、また出場した国際大会では常に入賞をしています。視覚障害者柔道とはどのような競技ですか？柔道は投げる、抑える、締める、打つ、蹴るなどの技を用いて相手を制する武術です。視覚障害者柔道は通常の競技のルールとはほとんど変わりませんが、両者が互いに組んでから主審による始めが宣告され、2人が離れたときは試合開始の位置で組み直すルールがあります。試合は階級別で行われるため、視覚障害者の程度が異なる選手の対戦もあります。階級は男子は7階級、60キロ級、66キロ級、73キロ級、81キロ級、90キロ級、100キロ級、100キロ超級、女子は6階級、48キロ級、52キロ級、57キロ級、63キロ級、70キロ級、70キロ超級に分かれています。このうち小川選手は女子70キロ級に該当します。パラバドミントンの杉野選手はどのような選手ですか？出生時に左腕に障害を負い、機能不全となりました。中学生からバドミントンを始め、身体の使い方やバランスを取るのに苦戦しましたが、チームの主将を務めるなど競技に熱中。大学3年生の時にパラバドミントン国際大会に日本代表として初めて出場し、2017年のパラバドミントン世界選手権大会では女子ダブルスで優勝、混合ダブルス3位という実績を残しました。このほか市民栄誉賞受賞、2019年にはペルー国際大会、2019年混合ダブルス3位があります。2020年東京パラリンピックでは女子シングルスと混合ダブルスの2種目での活躍が期待されています。パラバドミントンとはどのような競技ですか？バドミントンはネットを隔て2つに分けられたコートの両側にプレイヤーが位置し、羽のついたシャトルをラケットを使って打ち合い、得点を競うスポーツです。パラバドミントンのルールは通常の競技と同じですが、シングルスは障害のクラスによって使用するコートの範囲が異なります。クラスは大きく分けて、車椅子を使用する選手のクラス WH1 から2、腕や足に障害はあるが立って試合をする選手のクラス SL3 から4、 SU5、 SH6 に分かれます。 SL3 から4は下半身に障害がある選手、SU5 は上半身に障害がある選手、 SH6 は低身長な選手が該当します。 WH1 から2、 SL3 から4ではそれぞれ数字が小さいクラスに障害の程度が重い選手が該当します。またシングルスの試合を行う際に WH1、 WH2、 SL3 ではコートの半面、SL4、SU5、SH6 ではコートの前面で行います。杉野選手は上半身に障害があることから SU5 クラスに該当します。パラ馬術の高島選手はどのような選手ですか？高島選手は JRA 日本中央競馬会の騎手として活躍した経歴があり、2013年2月、障害レース中の事故で落馬し、右足と右腕に麻痺が残りました。その後騎手としての現役を引退し、2016年からパラ馬術選手としての活動を開始しました。2017年の第1回全日本パラ馬術大会で優勝、昨年度の第4回大会でも優勝し、2020年東京パラリンピックの代表選手に選出、相馬とともに初のパラリンピックに挑みます。パラ馬術とはどのような競技ですか？馬術はコース上に設置された大きな障害物を飛び越える際のミスの少なさと、
走行時間で競う障害馬術、ステップなどの演技の正確さと美しさを採点する馬場馬術、障害と馬場の2つにダイナミックなクロスカントリー走行を加えた走行馬術の3種目があり、パラ馬術は馬場馬術のみ行われます。馬場馬術は決められたコースを移動しながら図形などを描き、馬を操る技術レベルを審査され、最も基本的な技術の波足、対角線上の足が交互に2拍子のリズムで動く早足、スピードのある駆け足があります。また障害の種類や程度により5つのクラス、グレード1から5に分かれ、数字が小さいほど障害が重く、大きいほど障害が軽いことを示しており、グレード1は波足、グレード2、3は波足と早足、グレード4、5は波足、早足、駆け足とクラスによって求められる技術レベルが異なります。高島選手のクラスはグレード4であることから4番目に重い障害のクラスに該当します。今回は東京2020パラリンピックで活躍が期待される市原市ゆかりのパラアスリートについて、市原市役所スポーツ振興課オリンピック・パラリンピック推進室の常住さんにお話をお伺いしました。常住さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、今回は東京2020パラリンピックで活躍が期待される市原市ゆかりのパラアスリートについて、市原市役所スポーツ振興課オリンピック・パラリンピック推進室の常住さんにお話を伺いました。ここからのコーナーはシティプロモーション推進課からのお知らせです。市原市では市役所に用事があって来庁した方が利用できる託児スペース、親子でスペースを設置しています。お子さんと一緒に来庁した方に安心して手続きや相談をしていただけるよう、2名の保育士などが常駐しお子さんをお預かりします。利用時間は平日午前8時30分から午後5時15分の間で2時間まで。対象は満1歳から就学前のお子さん、定員10人まで。利用料は無料です。手続きなどで来庁した際はぜひご利用ください。なお、事前の予約はできませんのでご了承ください。市内では新型コロナウイルス感染症の20代から50代までの新規感染者が増加しており、変異株による感染力の強さから今まで以上に警戒が必要です。自分の命や大切な人の命を守るために、一人一人の対策が大変重要です。密閉、密集、密接の3つの密を避け、人と人との距離の確保、マスクの着用、こまめな手洗いという基本的な感染防止対策を徹底してください。調理の前後や食事の前、外出先からの帰宅時などにはこまめに石鹸やアルコール消毒液などで手を洗いましょう。また咳やくしゃみをするときはマスクやハンカチなどで鼻や口を押さえる咳エチケットにも気をつけましょう。さらにマスクなしでの会話や長時間の飲食、休憩時間などでの居場所の切り替わり、狭い空間での共同生活などは感染が広がりやすい場面ですので、感染防止対策を十分に実施しましょう。新型コロナウイルス感染症に関する市の対応や発熱などの症状があるときの相談先、新型コロナワクチン接種などの最新情報は市原市ウェブサイトにまとめています。市ウェブサイトのトップページからアクセスできますので、ぜひご活用ください。新型コロナウイルス感染症拡大に便乗した詐欺被害が全国で確認されており、今後も卑劣な手口による詐欺の増加が懸念されます。市役所や金融機関の職員を名乗る電話には特に注意してください。市の職員が ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。
電話でお金を要求されたらそれは詐欺と考えて、電話で詐欺相談専用ダイヤル0120-494-506 0120-494-506 へ相談してください。シティプロモーション推進課では市原市の行政情報やイベント情報などをさまざまな媒体で発信しています。この市ラジは YouTube でも聞くことができるほか、毎月1日に発行している広報市原、災害やイベント情報などをメールで届ける情報配信メール、市公式 SNS、 定例記者会見や市からのお知らせを放映している市原ケーブルテレビの i チャンネルなどでも情報を発信しています。広報市原は市内のセブンイレブン、デイリー山崎の全店をはじめとしたコンビニでも配布しています。またスマホ、タブレット用の無料アプリカタログポケットをインストールすると、お手持ちの端末で広報市原を読んだり音声で読み上げさせたりできます。ぜひこれらも活用して市原市の情報をキャッチしてください。市原市の提供でお送りしてきた市ラジ、そろそろお別れの時間になりました。今回は市原市ゆかりのパラアスリートと市のイベント情報などを紹介してきました。最後に今回紹介した選手が出場予定のパラリンピックでの競技日程をお知らせします。パラトライアスロンクラス PTS2 の畑選手は8月28日土曜日、視覚障害者柔道70キロ級の小川選手は8月29日日曜日、パラバドミントンクラス女子シングルス SU5 混合ダブルス SL3SU5 の杉野選手は9月1日水曜日から4日土曜日、パラ馬術グレード4の高島選手は8月26日木曜日から30日月曜日です。ぜひ市原から熱い声援を送りましょう。